どうもこんにちは、ソウヤです。はい、今回からようやくこちらホンダビートのメンテナンスをやっていこうかと思います。視聴者の方の中には Z の方をね期待されてる方結構いると思うんですけど、来年にはねこのビートでちょっとサーキットを走りたいなって思ってるんで、まずはこっちのメンテナンスをまあぼちぼちちょっと始めていこうかなと思ってます。Z の方もですね、ちょっと曖昧までやる予定なんで、まあ、こう交代交代で、ぼちぼちメンテナンスをしていくという感じになりそうです。はい、というわけで今回はですね、前に田崎さんに、まあ、ビートの車体裏を見せてもらったり、パワーチェックしたりとですね、ここでリフトアップする前にもいろいろとやっちゃってます。だけど、まあ、せっかくガレージにも入れたんでね、改めてこいつの、まあ、気になる点とかをざっと見ていって、ビートの持病でよくある、まあ、不具合の部分とかをですね、もうあらかじめ交換しておこうかなと思いまして、今回はですね、そういう部分の作業をやっていこうかと思います。そのためにですね、モノタロウでちょっと部品を買ってきました。まあこれを開ける前にですね、まずは、車体のチェックをしていきましょう。はい、というわけでホンダビートです。今回からですね、ぼちぼちメンテナンスをしていきたいと思ってる部分は、外装の部分ですと、もうスクリーンがですね、この冬割れてしまいました。はい、パリッと切ってしまいましたので、このスクリーンをですね、新品を買うお金はないんで、もうホームセンターの材料とかでちょっと直してみようかと思います。あとエンブレムがなかったりですね、こういう小物関係の部分もちょっとなんとかしたいですね。で、運転席側に回っていますと、ここへこんでるんですよ。こういうところをですね、ちょっと板金をしなきゃいけないんです。まあ、簡単なへこみ修理で直るんだったらいいんですけど、ボンネットの左側もですね、こんな風になってます。で、一周ぐるっとちょっと戻ってきて、トランクのですね、ここもへこんでるんですよ。こういうのちょっと気になるんで、修理をしていこうかと思います。で、今度、内装の方になるんですけども、ご覧の通り内装はパネルはあるんですけど、カーペットがありません。このカーペットをですね、ちょっと綺麗に戻していこうかなと思ってます。ここスピーカーのまあ、あのメッシュがあったところですね、ここも切り取られて、配線がね、もう多分これないんかな。スピーカーはまあ別にいらないかなって感じなんで、まあ、スピーカーの線だけ撤去して、ね、ある程度見栄えよくしておこうかと思ってます。でサーキット走るんでね、できればロールバーもつけたいなという感じですね。ステアリングも変えたい、いっぱいやることあります。あとはですね、ちょこちょことした、ビートの持病の部分ですね、錆びやすいところだったり、電装系が特に弱いところがちょこちょこあるんで、そういうところをですね、まあ、ちょっとメンテナンスしていこうかなと思います。はい、というわけでモノタロウから届いた部品たちを開けていきましょう。今回はですね、純正部品を中心に買いました。いろいろ買ってみたんですけど、これらもあのオイルフィルターとかなんでスルーします。まず買ったのはですね、はい、いっぱい入ってるんですけど、ヒューズです。でも30年ものの電装系ほど頼りないものはないんで、せめてヒューズだけでも変えておこうと思って、今回、ビート1台分のヒューズをこっそり変えました。それとですね、マフラーブッシュがちょっとあのやれて、マフラーがねビュー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 ってなったんで、今回マフラーブッシュも変えておこうと思います。でこちらはですね、フロントのスタビライザーブッシュです。結構簡単に変えれる部分だと思うんで、こちらもですね、今回変えておこうと思います。で続いてがこちら、もうビート乗りであれば見覚えある方はたくさんいると思います。メインリレーです。このメインリレーがねダメになってしまうと、エンジンのフューエルポンプが動かなくなってですね、エンジンかけることができません。鍵を挿してスターター位置に持っていくときにカチッって音がするんですけど、そのカチがなくなってたらこれが調子悪いです。うちは今んとこ問題ないんですけど、これはねもう予防として変えておこうと思います。こちらの袋もですね、これヒューズです。ビートのヒューズはね、ちょっと、普通のと違うヒューズが、まあ後でお見せするんですけど、実はあるんです。これはねホンダの純正部品でしか見当たらなかったんで、今回純正部品を取り寄せました。はい、というわけで、今回はですね、まあざっとした部品交換ということで、早速やっていきたいと思います。はい、ユーティリティボックスを外したら ECU とこちらメインリレーが出てきました。こいつをですね、変えていくんですけど、せっかくなんでこの ECU の中もちょっと見てみましょう。ビート乗りの間では結構有名な、中のコンデンサーの液漏れで ECU が破損することがあるらしいんです。
その原因はですね、この ECU のバックパネルの裏にあるエンジンの熱によるもので、ビートノリの間ではこの ECU の熱対策がもう必須となっているらしいです。この車の場合は内装がもう取っ払われてるんで、そんなに熱対策をしている形跡はないんですけど、私これから内装を戻していくんで、ちょっと熱対策もですね、今回はやらないんですけど考えてみようかと思います。それではまずこっちのリレーから変えていきましょうか。よいしょ。はい、新旧のリレー、比較してみます。こちらがもともとついていた三つ葉製のリレー、RZ0137 ですね。で、新しいこちらの方は、三つ葉製の RZ0159 になります。形が全然違いますね。あとステーの位置も変わってます。これステーは付け替えた方がいいかもしれないですね。コネクターの形は全く一緒です。こちら振られている番号もですね、同じ順番でついてるんで、まあおそらく互換性あるんだと思います。間違いないとは思います。というわけでこのステーだけね、ちょっと移植して早速取り付けをしていきます。はい、リレー自体はね、ちょっと大きくなったんですけど、特に干渉することもなく綺麗に収まりました。さすがホンダ純正ですね。じゃあ今度はこっちの ECU をですね、ちょっとバラしていきましょう。はい、ホンダビートの ECU です。お？待って。お？純正にあるはずのないものを見つけたぞ。これ見てください、このシールを剥がすと保証できません、競技専用部品って書いてる。社外 ECU かこれ。おー、なるほど。でも開けちゃう、開けないと分かんないんだもん。というわけで開けちゃいましょう。はい、というわけで早速ですね、ちょっとこの ECU 開けてみましょうか。もうね、メーカーが分からないんで保証も何もないんですよ。さあ、じゃあ開けていきましょう。から、あ、開いたぞ。はい、確かね、このコンデンサーあたりが液漏れしちゃうらしいんですよね。でも見た感じは綺麗ですね。なんか書いてるけどわかんねえな、メーカーとかわかんないですね。でも中はすごく綺麗ですね。本当新品の基板っぽい感じ。コンデンサーとかも全然焼けた感じはありません。これもしかしたらあれですね、ヤフオクとかに出回ってる純正の書き換え ECU かもしれないですね。というわけで ECU はね、まさかの予想外でしたが純正じゃありませんでした。これは60馬力も出るわ。ヤフオクで売りに出した人、これ書き忘れてたんかもしれないですね。はい、というわけでこの ECU もね、熱対策はまた、別の時にやります。とりあえず今回これ戻しておきます。はい、それでは ECU とメインリレー、とりあえずチェック終わりましたんでエンジンかけていきます。で、リレーが動作しない時はですね、ランプが、確かつかないんだったかな、点灯しないやつがあるんですね。はい、今のカチっていうのがリレーが動作した音です。これでエンジンかかります。はい、こんな感じです。チェック一つ目終わりました。では続いてヒューズを変えていきましょう。はい、というわけでトランクフードを開けてすぐ右手側にヒューズボックスがあります。これとですね、室内側にもう一個あるんですけど、まずはこちらの方から変えていきましょう。こちらヒューズがですね、一般的な 15A、75A で、この間切れてたこちら 15A ですね。それとちょっと特殊な形状のヒューズ、こっちの黄色い方がメインヒューズ、赤の方がイグニッションのヒューズになります。これらをですね、全部変えていきます。変える前に一応バッテリーはですね、ちょっと外しておきましょう。じゃあ続いて、こちらの足元のヒューズを変えていきたいと思います。足元のヒューズはよいしょ、ここにあります。カメラでね、撮りながらはできないんで、ね、ざっと、変えておきます。足元ちょっと撮るのも初めてですね。あ、クラッチのスプリングのとこ結構錆びてるな。ちょっと錆止めでも塗っときましょうか。
でもまあ綺麗なもんですね。さあ、それではささっとやっておきます。はい、というわけで、ざっとですけどヒューズの交換全部終わりました。ですね、やっぱり状態はですね結構悪いですね。ヒューズ自体はずっと動いてたやつなんで切れてはないんですけど、電極がですねだいぶちょっと劣化してたり、あとメインリレーに至っては緑所が吹いてたりしてます。やっぱりですねいくら切れてないとは言ってもヒューズは消耗品なんで、もうせっかくだからもう10年に1回とか、まあ、ビートを購入した時にですね1回チェックして、そんな高いもんでもないんでせっかくだから交換しておくのがいいと思います。さあ、では、続きやっていきましょう。はい、というわけでここからは、車体裏をですねちょっと見ていくんでジャッキアップしていきます。はい、というわけで久々にクイックジャッキを使ってちょっとリフトアップしました。いや、新しいガレージになったからねやっとクイックジャッキまともに使うことができましたよ。続いてはですねマフラー周りが走行中すごいブルブル揺れてるんで、ちょっと触媒ステーあたりとあとマフラーブッシュを見ていきたいと思います。はい、というわけで、マフラーがですねすごいグワングワン揺れるんでちょっと今揺らしてみましょうか。これでもブッシュじゃないのかな。あ、やっぱちょっと揺れはしますね。で、前たたきさんの時にチェックした時に見つけたこれがないんですよね。遮熱板ステーを止めているところが多分これがないことで揺れてるんかな。このボルトをちょっと追加して、あとはちょっとマフラーブッシュをですね、変えていきたいと思います。でもこれそんなに古くなさそうですよね。まあ、でも変えてみないと分かんないからちょっと変えてみましょうか。他におかしなところはないかな。大丈夫かな。まあ前にがっつり下回り見た時は全然サビとかひどいものはなかったんで、だいぶ安心してはいるんですけど、大丈夫そうかな。よし、じゃあちょっとやっていきます。ボルトをつけることができました。狭いな。よいしょ。いやですね、雨が降り始めました。雨が嫌いですよ。ブッシュをですねちょっと短いやつに変えてみました。絶妙なクリアランスになりました。外国ねちょっと上に上がったんでだいぶ、スマートになったんじゃないかと思います。全然揺れなくなりました。はい、というわけで続きましてフロントスタビライザーのブッシュを変えていきます。ブッシュはですねボルトを外すだけで取り外せるんですけど、ブッシュを交換するときには、必ずグリスを塗りましょう。このブッシュも多分ねもうカチカチなんで交換してないもんだと思います。ギアはね、スタビライザーがないんでフロントだけの交換になるんですけど、開発段階ではビートもリアスタビライザーあったらしいですね。まあそんなことは今置いといてとりあえず変えていきます。よっ。はい、これです、これです。もうまだ弾力あるけどなんかすごいカサカサです。これを、グリス塗って変えていきます。ブッシュがまだいけるなっていう場合はこの内側にグリスを塗ってまた戻してあげれば、ある程度性能は元に戻るんで快適なビートになると思います。はい、というわけでスタビライザーの整備が終わりましたんで最後、仕上げに行ってみましょう。はい、続いてエンジンルームの方をですね開けていきたいと思います。まだエンジンルームちょっとね開けたことないんでどんな風になってるかちょっと観察してみたいと思います。いやそれにしてもですねビートの場合はホルンの周りを外さないとエンジンルームアクセスできないんでちょっとめんどくさいですね。しかも今寒いからホルが縮んじゃってこれ元に戻せるのかちょっと不安です。いやちょっと恐ろしいですけど、わ
頑張ってやっていきましょう。さあ中身はどうなってるかな。よいしょ。こちらがですね、ビートのエンジン E07A M トレックエンジンです。この方向だと見やすいかな。ここに M トレックの文字が入っておりますね。全体的にエンジンはまあちょっとアルミサビとかが出てますけど、比較的綺麗なもんだと思います。てかあんまり汚れてないですね。前オーナーさんすごい綺麗にしてくれてたんだ。もしくはこのエンジンフードを外して走ってたんかな。なんかそんな気がしますね。おっとっと、おっとっと、また見つけてしもたぞ。はい、エアクリーナー発見。ここにフィルター入ってます。あ、っていうことはうちのこれダブルフィルターになってますよ。なんか宝探ししてる気分になりますね。このプラグコードもちょっと違うのついてますね。これ長い電池のウルトラかな。ウルトラって書いてますね。プラグコードも、社外品にちょっと変わっているっぽい感じがしますね。まだね、このエンジンについては全然勉強不足なので、どれがどれやらあんまり分かってません。一応ね、このエンジン の中身の写真をですね、実は前オーナーさんからいただいています。エンジンの中の状態はですね、すごく綺麗でした。なのでおそらくエンジンを開けることは、まあ、そうそうないと思います。プラグオイルシール周りのオイル漏れも特にありませんでした。でデスビはですね、去年メンテナンス済みということなんで不調が出てないんで、まあ問題なしとします。というわけで今回見つけたのはこのエアクリーナーですね。キノコがついてますね。はい、というわけでとりあえずビートのですね、まあ、簡単なちょっとメンテナンスできるところを、ささっと触ってみました。今回はですね、こちらヒューズとあとスタビリンクブッシュ、そしてマフラーブッシュがもうやれやれだったんで、こちらを交換しておきました。来年のサーキットに向けてですね、まあいろいろパーツをつけたり、自分の好みになるようにカスタマイズしたり、そちらの方もですね、またどんどんやっていきたいと思いますんで、よろしければ、またご覧いただけたらと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。